ネットで知ったある儀式をやることにしたイッチ。しかしこの儀式がきっかけとなり、イッチはとんでもない状況に追い込まれ、取り返しのつかない最悪な展開を迎えることになるのでした。平日の23時頃に降霊術始めるよと言って意気揚々と登場したイッチ。本来まっとうな人間であればこの時間は就寝しているはずなのですが、人目に触れない時間にしか活動できない昼夜逆転人気たちがわらわらと集まります。ところが降霊術というイッチの中二病全開発言にスレミンたちは軽くあしらうのでした。さらには降霊術と聞いてなぜか防衛術を連想させたスレミンによりクソしょうもないハリポタネタが飛び交い、いつものようにスレナイはイッチの話を聞かないスレミンたちによって埋め尽くされていきます。するとここで無駄に知識豊富なスレミンが、降霊術とは幽霊を呼び寄せる儀式のことであると頼まれてもいないのに解説を加えました。しかし中にはどんな方法で降霊術を行うのか質問するスレミンもいて、イッチの話に興味を持っている様子です。するとイッチはその降霊術の方法について書き込んでいきました。その方法とは、まず人形を一体用意し、自分の唾液、血、汗を少量ずつ人形に染み込ませた後、その人形を湯船に浸からせて夜中0時ちょうどに取り出すというもので、まるでメンヘラのチョコ作りのような工程なのでした。するとスレミンたちはお人形さんびしょびしょで草、降霊術エアプオツなどと言ってイッチをからかい、この時点では全く本気にしていない様子です。ちなみにエアプを知らないおじおば視聴者に説明しておくと、エアプとはエアプレイやエアプレイヤーの略で、あたかも経験したことがあるかのように書き込む人のことを指します。それから何を期待したのか他人のスペックが気になって仕方がないコンプレックス大容量スレミンがイッチにスペックを質問すると、イッチは大学4年生の男であることを明かしました。さらに身長179センチ、体重62キロというハイスペスタイルと、聞いてもいないのに非童貞であることも明かし、しれっとこのチャンネルのミニサイズチー牛にマウントを取ります。すると勝手にイッチを童貞だと思っていた思い込みが激しめのスレミンや、童貞しか信じられない童貞信者ニキたちがここぞとばかりに不満をあらわにします。こうしてイッチのスペックで一盛り上がりしたところで、別のスレミンから降霊術の方法をどこから仕入れたのかと質問されると、イッチはネットやでとドヤ顔で回答します。これによりイッチはネットで得た知識を鵜呑みにするネットリテラシー欠如2期だったことが判明し、スレナイは解散ムードに包まれます。また2ちゃん名物である画像がないと絶対に信じられない目視確認必須2期も登場したのですが、イッチが沈めるところまでやったという書き込みとともに貼り付けた1枚の画像によって、スレミンたちはようやくイッチが本気であることを理解するのでした。さらにその人形はチー牛顔負けの薄気味悪いみちゃーな笑みを浮かべていて、薄暗い風呂場というシチュエーションも相まって何とも言えない不気味さです。するとこれまでイッチのことをエアプ扱いしていたスレミンたちもさすがにこの写真の怖さにはおじけづいてしまった様子。さらにはここでやめておけとイッチを説得しようとするスレミンや、ただ風呂場に人形を置いているだけだと苦し紛れな言い訳を探し始めるスレミンも出てきます。それから10分後、イッチによって新たな画像が投稿されました。その画像には先ほどの不気味なニチャ顔人形がびっしょりと濡れている様子が映されています。続けてイッチは何も変化がないとスレミンたちに報告すると、何かが起こることを期待していた永遠の中二病ニキたちからブーイングが飛び交うのでした。さらにネットの情報を鵜呑みにしたイッチを蔑みたいのか、
嘘は嘘であると見抜ける人でないと、と書き込む。ひろゆきかぶれ2期は、これ見よがしに一致を論破しようとするのでした。こうして、スレナイは再び解散ムードに包まれていく中、あるスレミンが、スイッチじゃあるまいし、そんなすぐに反応が起こるはずがない、と妙に説得力のあることを言い始めます。すると、ここで一致がある動画を投稿します。その動画がこちらです。そこに映し出されたニチャ顔人形からは声のようなものが聞こえてきますが、一瞬なので聞き取ることはできません。さらにイッチが言うには、家には自分しかいないらしく、あの声は人形が喋ったものとしか考えられないのだと言います。するとイッチの動画を見たスレミンたちからは次々と恐怖の叫び声が上がり、むしろここで釣り宣言をしてほしいという声や規制も上がり、スレミンたちの HP はゴリゴリと削られていきました。また、あるスレミンは、電気が消えて真っ暗な風呂場が怖い、と言い、さらには、さっきよりも笑っているようにも見えると言います。こうして、先ほどまで儀式を信じていなかったスレミンたちでしたが、イッチが投稿した動画を見ることにより、イッチの話が本当であることを確信していったのです。ところが、スレミンたちが取り乱していくのをよそに、イッチは、なんて言ってると思う?とスレミンたちに問いかけます。そんなイッチの冷静さにドン引きするスレミンがいる一方で、スレナイには人形の謎を解き明かしたいスレミンも存在し、早速2チャンネルに潜んでる、無駄に能力値の高い特定2機たちを招集するのでした。その後、特定2機たちにより人形の調査が開始されると、深夜にもかかわらずスレナイは奇妙な人形の噂を聞きつけてやってくるスレミンや、野次馬根性にあふれたスレミンたちでにぎわっていきます。それからは人形の言葉を解析するチームと、喋る人形の呪いについて調べるチームの二手に分かれて調査が行われますが、人間の音声についてはっきりとしたことは分からず、調査は難航していきます。また呪いについて調べたスレミンも、これといった収穫はなく、謎は深まる一方なのでした。またやっぱりこれよと言って典型的な日本人形を貼り付けるスレミンも出てきて、スレナイは収集がつかなくなってしまいます。それから30分後、イッチによってある記事のコピペがスレナイに投稿されました。それはユウコと名乗る女性によるブログ記事で、この女性もイッチ同様に人形を使った儀式を行ったそうです。そしてこの記事によると、呪いたい人物を一人決めて、その人物の名前と体の部位を紙に書き、人形の前で燃やすことで呪いが発動するのだとか、さらにこの呪いはターゲットを中心にどんどん伝染していくのだそうです。またこの女性は職場での人間関係に悩まされていた様子で、ある人物に呪いがかかるのを楽しみにしていると言います。するとこの記事のコピペを読んだスレミンたちからは驚きや恐怖の声が上がりますが、一方でインターネットの荒波に揉まれすぎて、人の話を簡単には信じられなくなってしまったスレミンたちによって、この話は茶化されていくのでした。しかし、イッチは次の投稿で新たにコピペを貼り付け、女性が行った呪いの儀式が成功したことを知らせます。そのブログ記事によると、あの呪いの儀式を行った後、呪いをかけた上司の調子が悪そうだったのだとか、とはいえ咳込んでいる程度だったので、初めはこんなものかと落胆したと言います。しかし午後の会議中に上司はお腹を抑え出し、顔色も悪くなって油汗もかき、最終的には救急車で運ばれたそうです。また女性は救急車に運ばれる上司の手を握り、うまくいきますようにと妙な言葉をかけてしまったのだとか、こうして女性は呪いに成功したことをブログで報告したのですが、女性は上司のことをダンディだと言っていたり、
人の気持ちをもてあそんだ罪とも言っていたりして、人間関係がドロドロとしていた様子です。そんな女性のブログに対してスレミンたちは、呪いの効力はもちろん、この女性に対して恐怖の声を上げるのでした。また中には面が減らっている女性がタイプのスレミンもいるらしく、疑似恋愛日記が発情してしまう一方で、別のスレミンは上司が運ばれたからといってその儀式が成功したとも言い切れないと、手放しでは信じることができない様子なのでした。またこの後、女性がどうなったのか気になっているスレミンもいたので、イッチは女性が最後に投稿した記事をコピペします。その記事からは、上司が倒れた時の生き生きとした文体は見られず、どうやら強く後悔しているようでした。またブログでも書かれていたように、あの呪いは人に伝染していくようで、他人を巻き込んでしまった罪悪感に悩まされている様子も見られます。こうして女性の心境を知ったスレミンたちからは、イッチを止めようとする声が上がったのですが、共感能力が欠如したスレミンたちがイッチを本気で心配するはずもなく、怖いもの見たさだけでイッチが儀式を行うことに望みをかけるのでした。またイッチが土壇場で逃げると豪語するスレミンもいて、どうせ日和やろとイッチを煽り始めます。するとここに来て、ようやくイッチのやる気スイッチが押されたのか、人が呪われていくところ見たいとサイコパスチックな言い回しでスレミンたちに尋ねます。そして早速、非常識極まりないスレミンたちによってスレ内は大歓声に包まれ、イッチはこのブログに書かれていた儀式を試してみることにしたそうです。その後イッチは、結果報告はまた後日なと言って、さっそうとスレを去っていくのでした。それから2日後、よと相変わらず元気いっぱいな様子のイッチが登場すると、スレミンたちは早くしろと相変わらず口が悪く、先日行った呪いがどうなったのか気になって仕方がない様子。そこでイッチが、おかしなことが起こったとスレミンに報告し、イッチはその後の出来事について語り始めました。どうやらイッチは大学の知人である A という人物に呪いをかけたらしく、今日になって A に連絡をしたというのです。するとここであるスレミンから、イッチがどうして A に恨みを抱いているのかという質問をされると、イッチは特に A に対して恨みがあるわけではなく、単に連絡が取りやすかっただけだと自己中心的すぎる理由を明らかにします。それからイッチは A とのやりとりで知った A の近況について明かしました。どうやら A 自身の調子はいいものの元気ではないとのこと。なんでも A は家の階段で足を踏み外し、右足の靭帯を損傷する怪我をしたのだとか。こうして儀式の翌日に A が不幸に見舞われている状況から、スレミンたちは呪いの儀式が本物だと理解し始めます。また中には、 A のことが心配なのではないかとイッチを非難するスレミンもいますが、イッチは A のことを全く気にも留めていない様子。そんなイッチの塩対応っぷりに、あるスレミンが、そこに愛はあるんかと某消費者金融の CM でおなじみのキャッチフレーズを書き込むと、借金が800万円ほどあることを思い出した自己破産秒読み日記の逆鱗に触れてしまいます。それから他人の不幸が何よりも大好きなスレミンたちが集まってきて、スレ内は借金ネタで一時的な盛り上がりを見せます。しかしそんなスレミンたちをよそに、イッチは、呪いってこんなに簡単なんだねと舐め切った発言をし、さらには次は誰にしようかなと調子に乗り始め、スレミンたちも呪いの経過を楽しむというこの世の終わりのようなフィーバーっぷりを見せるのでした。そしてそれから6ヶ月後、イッチによって高齢術をやったらヤバすぎたというタイトルでスレが立ち上がります。さらにイッチはほんまに舐めてたと言い、以前の
降霊術始めるで、などと言って陽キャのふりした痛い陰キャっぷりとは様子が違います。すると早速タイトルを見てイッチの登場を嗅ぎつけた無駄に嗅覚の優れたスレミンたちがやってくると、イッチは実家の近くの病院から電話が来たので病院に行っていたと話し始めました。なんとイッチの両親が交通事故で病院に運ばれて意識不明の重体で、医者からは今夜さえ乗り越えればと言い渡されたと言います。そして眠るように意識のない両親を目の前にして、イッチはかける言葉が見つからず泣くことしかできなかったそうです。すると創作だと言って相手にしないスレミもいる中、今回はイッチの肉親が被害に遭ったこともあり、スレナイには衝撃が走ります。そしてイッチは最初に呪いをかけた A の家とイッチの両親の家は距離にして180キロほど離れていることを明らかにしました。また降霊術を行ったのは半年ほど前の話で、イッチ自身も儀式を行ったことを忘れていたのだそうです。こうした理由からイッチはどうして自分の両親に呪いがかかってしまったのか理解できないと言い、かなり気が動転している様子。するとイッチが半年前のスレを掘り出して注目を浴びようとしているというオカルト否定派ニキもやってきて、イッチをかまってちゃん扱いし始めます。そんな中あるスレミンが A の他にも被害に遭っている人がいるかもしれないと言い、 A に連絡してみてはどうかと提案しました。すると気が動転していたイッチは A に連絡してみることなど思いつかなかったようで、早速実行することにします。それから3時間後、イッチが再びスレナイに登場し、 A から連絡が返ってきたとスレミンたちに告げると、そこでの会話内容を話し始めました。なんでも A には同じサークルに所属している S という後輩がいるらしいのですが、その後輩 S が街で喧嘩をふっかけられ、肋骨を折る怪我をしたというのです。しかもそれは A が怪我をしてからちょうど6日後だったそうで、 A によると S は人に絡んでいくようなタイプではなく、たまたま運が悪くて絡まれただけなのだとか。そんなイッチの話を聞いたスレミンからは、 S という人物がイッチと知り合いだったのか、いや S とイッチの家が近所なのかという質問が上がりました。ところがイッチ曰く、S は知らない人物で、さらには S と両親の家は近所ではないとのこと。ここまで語り終えたイッチは、自分とは関係のない人物にまで呪いの影響が出ていることに頭を悩ませるのでした。こうしてイッチが混乱する中、ある一人のスレミンは冷静に考察をします。それは A の知り合いが怪我をしていたように、S の知り合いも怪我をしているのではないかという説です。そしてこのスレミンは被害者を順番にたどっていけば何かがわかるのではないかと独自の考察を披露するのでした。ところがイッチはこんなことに関わりたくないと後ろ向きで、もう取り返しがつかないと諦めムードに入ってしまいます。そんな気弱なイッチに対して、諦めたらそこで試合終了と安西先生へなりきりに来や、呪いを解く方法が何かあるかもしれないとイッチを励ますスレミンもいたことにより、イッチは重い腰を上げて S をはじめ周辺人物の調査を行うことにするのでした。しかしそれから2週間経ってもイッチからの報告はなく、スレミンたちはついにイッチも被害に遭ってしまったのではないかと心配し始めます。そしてさらに1週間が経ったある日、ようやくスレにイッチが現れますが、冗談抜きにやばいとかなり焦った様子です。とりあえずイッチが無事スレに帰還できたことにスレミンたちは興奮気味で喜びを隠しきれません。ところがイッチは開口一番、両親は助からなかったと残念なニュースを伝えました。
また、イッチの両親は病院に運ばれてから3日後に亡くなり、悲しむ暇もなくすぐに葬式の準備が始まったようです。そして、一度に両親を亡くしたイッチはバタバタしたそうですが、幸いおばさんがいたことにより、なんとか無事葬式を迎えられたといいます。それから葬式が始まると、イッチは信じられない光景を目にしたといい、それはイッチのいとこが車椅子に乗っていたことだと話しました。理由を尋ねると、いとこは仕事柄車に乗る機会が多く、その仕事中に事故に遭ってしまったのだとか。また幸い命は助かったものの、もう二度と歩けない体になってしまったというのです。さらにイッチはそのいとこと、イッチの実家は近かったといい、あの呪いが伝染していることを認めるほかなく、ここで本腰を入れて捜査を開始したのだとか。そこでまずイッチは S に会って話を聞いたそうなのですが、 S によると知り合いの O が被害に遭ったのだと言います。さらに O に連絡してみると、また別の知り合いが被害に遭ったと言い、あの呪いはイッチから次第に離れた場所へと伝染していったそうです。そして初めは A が人体を怪我するレベルだったのに、最終的には両親が交通事故に遭って死亡するといったように、呪いの内容もどんどんひどくなっているといいます。こうしてイッチは、なんで自分の親が死ななきゃいけなかったんだよと悲壮の声を漏らしました。さらに呪いの数を数えてみると、イッチの両親の事故が30回目だったというのです。そしてイッチは、この呪いは本当に舐めたもんじゃないと言って、改めて恐怖を感じるのでした。するとさすがに、このオカルトのような現象が現実であることを認めるスレミンたちも出てきて、まるでイッチの恐怖心が伝染していくように、スレナイも恐怖に包まれていきます。また心優しいスレミンたちはイッチに同情するのでした。しかし心ないスレミンはイッチに同情しすぎだと非難します。さらには、頼まれもしないのに自分で始めたと言い、被害者面するなとイッチに攻撃的な書き込みをしたのです。それに対しイッチは神経を逆なでされたらしく、そんなことは自分がよくわかっていると反論しました。さらには、取り返しのつかないことをした自覚があるからこそ、後悔の念で限界まで追い詰められている様子を見せ、しまいには死ねと暴言を吐き、これまでのイッチと同じ人物だとは思えないくらい切れてしまいます。さらにこのタイミングでイッチにスイッチが入ってしまったようで、始めたのは自分だったけどスレミンたちもノリノリだったと責任転嫁し始めたのです。また、他人の服を見てヘラヘラ笑ってんじゃねえよと被害妄想も激しくなり、人格まで変わってしまったのか、イッチの口調は荒々しくなっていきます。するとスレミンたちはイッチの表現ぶりに動揺し始め、お前本当にイッチと困惑している様子です。さらにはイッチの手のひら返しに切れるスレミンたちもいて、お前が責任取れや、いや付き合ってられんわなどと言って呆れてしまいます。こうしてスレナイはどんどん収拾がつかなくなっていき、最終的にイッチがスレミン全員に対して激怒し、スレを去ってしまったのでした。こうして取り残されたスレミンが困惑していると、あるスレミンによって、この手の呪いには意志があるらしいといった意味深な書き込みがされます。すると当然この謎めいた発言にスレミンたちも食いついてきました。このスレミンによると、意識のある呪いはその呪いを認識している人間を嗅ぎ分けられるらしく、いつか画面越しでもこのスレを見ているスレミンたちにも呪いが降りかかってくるかもしれないのだそうです。さらにはイッチの両親の時のように、離れた場所にいる方が重い呪いがかかるのだとか、
こうして最後は不気味な雰囲気を残し、スレは幕を閉じるのでした。あなたは人形が何と言っていたか分かりましたか？次はお前らだ。